You're listening to Shibuya Cross FM.こんばんは。始まりました。毎月第1月曜日夜8時からお送りしています、サロンアムールのノービューティーのライフ。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。この番組はですね、聞いてるだけで綺麗になれるようなたくさんの美容情報を、美容家私中澤優子とサロンアムールの店長武田がお送りさせていただく番組となっております。では店長の方から自己紹介をお願いいたします。はい、自由が丘サロンアムールの店長させていただいてます、武田陽子です。よろしくお願いしますねえ、初めてだし打ち合わせしてもらっていい？さっきね、武田が、ねえねえごめんね、ね、あのスタッフの方が一生懸命ねアルコール消毒してくれてるのに酔っ払ったみたいでねちょっとお酒の匂いがするって本当に、すいません、アルコール消毒なっつって誰か飲んじゃってねと思って、すごいもうクラクラしてきてるよ、小さい声で、うん、ねえねえ誰かお酒飲んでるからアルコール消毒だよって、あ、それかみたいな、ド天然のね、二日酔いの人が歩いたのような匂いがして、感じがして、すごい酔っ払った気分になっちゃって、すいません、アルコール消毒でございます、はい、めちゃくちゃ拭いてくれてましたよねそれか、そうそれです、すいません極度のアルコールが弱くて、そうアルコール本当に弱いんですよね、はい、そうなんですよ。そう、こう見えてね、はい、もう普段から飲んでるように見えるじゃないですか。タイプ的に多分さ、真逆に思われそうじゃない？そう、いや私も強く見られるよ。あ、そう、うん、みんなの期待には応えられないぐらいの酒飲みどこの期待だよ。いや、みんなすっごい強いって思うじゃん、ね、私のこと。でも別にほら、1、2杯で十分なタイプだから、うん、多分しかも結構赤くなるもんね。そう、結構酔っ払うの早い、うん、で、店長もすっごいもともと明るいしテンション高いからお酒好きそうって思われるけど、はい、ハワイ一緒に行って社員旅行でいやもう初めての夜だよって言ってもう乾杯みたいな、うん、初めての社員旅行だったよね、はい、で2人でオープンして ね、オープンして初めてハワイ行けたって言って乾杯って言って、うん、ジュースみたいなの飲んでそのまま倒れましたからね後ろにすいません、トイレどこみたいな、私もう耐えられなくて飲んでたからね一人でI'm OK って言われてて、あ、多分だ、It's OK みたいな、多分大丈夫だと思うけど本当に、しかも着いた初日でしたよね、あれね。そう、で次の日結構ぐったりしたもんねもう、ピーチみたいな、今日ピーチの気分で私で元気で、朝5時から目覚めて山登ってたからね、本当朝起きたらいないんですよ、この人いなくて、Wi-Fi 持ったまま消えちゃって起きたら連絡してみたいな、ビーチ歩いてきますみたいな、みたいな、5時だけど早いみたいな本当にね、本当ね、そんなこともありましたね。そうですね、今日はですね、腸の話、腸の話、腸の話、はい、あと、まあ、あの腸内フローラの話とか、うんうんうん、あのうちでね出させていただいてる酵素の話とか、うん、あとはおうち美容がねまだまだ続くので、うんうんうん、あのマスクの肌荒れとかそういうケアとかね、うんうんうん、あのファンデーションとかね、いろんなものを今日もご紹介させていただこうと思いますので、はい、1時間お付き合いのほどお願いいたします。では曲紹介の方お願いします。はい、ひでかさんでカラーリングです。気づかないそうでしょう。
しくて送りしましたのはひでかさんでカラーリングでした。ではですね、ちょっと酵素の話をしたいと思うんですけれども、はい、急遽ね、はい、6月に1ヶ月でマイナス3キロか、うん、体脂肪 3% か、うん、どこかサイズを3センチ落としていただいたら、うん、酵素を1箱うちの会社からプレゼントさせていただくっていうマイナス3キロチャレンジっていうのをさせていただいて、うん、6月30日まで申し込みがあったので、30日スタートの方は7月30日まであるから、うん、まだ全員が終わったわけではないんですけど、今のところ90%ぐらい達成していただいて、もう毎日達成おめでとうございますっていうのを事務所から発送してるっていう感じなんですけど、本当こんなに1ヶ月でみんな体重が落ちてくれて、よかったっていうのと、ちゃんと飲めばちゃんと痩せるじゃんみたいなのを改めて確かにね、実感させていただいたという感じだよね。あんなに早い人は見てて結構1週間10日前後で3センチ落ちちゃった人とかが多くて、なんか私お客さんに言っちゃったんですけど、つまんないっつってもっとなんかドラマチックな感じでいこうよみたいな、本当に本当になんかもうちょっとだから頑張ろうみたいなのをすごい期待してたから、渡して、じゃあ今日から始めましょう、飲み方説明して、じゃあ来週まで頑張ってきてくださいね、みたいな、じゃあ1週間目どうかな、チェックしますみたいな、チェックして、終わりつまんないみたいな、もうちょっとね、お客さんも、じゃあすごい頑張ってくれたかって聞くと、そうでもないんだよね。そうなんですよ。わかる。だからお客さんもあっけらかんみたいな感じで、みたいな、3センチ落ちてんすかみたいな、でも確かにおしっこの回数と、あの便の方はよく出たとか、なんか結構トイレよく行ったなとか、汗かきやすくなったなはやっぱ言われてたんですけど、ね、だから、頑張んないで結果出るって一番いいですよね。そう私もね、全然頑張ってなかったの。あのみんなのは頑張ってる風に見せてたけど、ファスティングの時はもちろんちゃんとやってたんですけど、はいはいはい、結構ウーバーイーツしてたんですよね。大好きだもんね、あのね、まあ、まずあの、ね、あの出れないお店から、あの私たち、いやあの、ね、時間あっても出ない時間あっても出れない、出れないくらい、ある、そっか、そう、何回か目撃したけど、目撃した、なんか駅まで行くのがちょっとみたいな感じでウーバーイーツしちゃうじゃん、歩くのって言われて、どうすんのウーバーイーツしようみたいなそうだからさ、結構、ね、外食はしてないけどウーバーイーツしてるから食べてるじゃ ん、それでも3キロちゃんと落ちて、だ7月はあのプロボディのねエステを併用しながら、まあ、なるべく週1で落として、またみんなに結果写真をお見せしようと思うんですけど、確かに頑張ってない、ただ多く飲んだだけでこんなに体が変わるんだったらすごいじゃんっていうね、気持ちがすごいあって、なんかもともと使われてた方も結構その飲み方を、あの徹底はしてなかったじゃないですか、私たちも、まあ、ちょっとねあの飲むとか、ご飯の量多いかなとか飲み会かなっていう時に飲むぐらいでね、まあ、毎日、まあ、しっかりやりたいっていう方にはお伝えしてたけど、まああのイレギュラーなお食事の前とか、普段とちょっと違ったりとか、まあ、週に1回のファスティング用で買ってくれてるみたいな人が多かったんで、今回そのきちっと本当に結果の出る、ちゃんとやっぱあの最短で結果を見ていただける飲み方っていうのを徹底してお伝えしてたからが一番多分大きいかなと思うんですけど、ね、早いですよねやっぱね、
私びっくりしたのが、なんかエステサロンに通ってくれてる人は流れが良くなってるじゃん、体の、うんうんうん、だからかなと思ったんだけど、そうじゃない方もいっぱいいたんですね、はいはいはい、エステとか全然行ったことないけど、うんうんうん、出産後やりたいとか、うんうんうん、ちょっと太っちゃったからやりたいって言ってくれた方が痩せてるのがすごいなと思って、しかも3キロはちゃんと落としてるんですよ、うん、だから本当にどれだけ栄養素をしっかりとるって痩せ菌と善玉菌を増やすのがいいかってい う, うで、この酵素は断食で痩せてるわけじゃなくて、うん、善玉菌を増やしたりとか腸内フローラの中の細菌を増やしたり、うん、バクテロイドスを増やしたりしてるっていうので効果を出してるから、うんうんうん、まあ、あんまりね、ラジオってここまで言うとどうなのかなっていうのがあるんですけど、こう腸まで生きたまま届くのもいいんですよ、うん、それプロバイオティクスっていう生きてる菌を腸に届けよう、うん、だけど死んでる菌って菌が死んだらバーって増えるんですね、うん、だから自然とうちのアムールエンザイムは死菌っていう、死菌も効果があるっていう死菌をまあ使ってるんですけど、うん、極論で言うと死んでていい、死んでていいのが死菌を飲むことによ増えることによってバーってこう菌が死んだら増えるから自然と腸内フローラの細菌の餌になってくれる、うん、だから細菌を増やすとかっていうのは死菌の方が、まあ、いいので、うん、料理とかにもそうよく質問で生きてないといけないから熱したらダメなんですよねっていうのもあるんですけど、はいはい、極論で言うとうちでがやりたいことはお客さんの腸内フローラの細菌を増やすってことなんで、うん、死んでていいんですよね、うん、でもともと死んでる菌の死菌が効果をもたらしてくれるから熱しても特に問題はないっていうような理論になってるんで、なんかそこら辺は気にしないでね、飲んで燃やして熱して大丈夫だから、生で届けなきゃいけないような酵素を作ってるところはもちろんそうなのかもしれないけど、うちはもう死んでて OK っていうようなやつなので、目的がじゃあそもそも酵素によって違うってことなんですね、うん、なんかヨーグルトとかキムチとか発酵してる菌を届けた方が便秘の方はよりいいです。うん、ただ本来の話で言うと腸内フローラ、自分の持ってる細菌を増やしてあげるっていうことをしたいので、うんうんうん、そういう方はもうこの酵素で大丈夫っていう感じ。うーん、なんか面白くて住んでる地域とかでも腸内フローラって結構違いがあるんですって。へ、うん、寒いとことか暑いとことか環境で、うん、環境で自分の人間の適応能力で、なんかよくやってるじゃん、なんかこの土地は美肌が多いとか長生きが多いと か、うんうんうん、か寒いところは漬物とか、うんうん、ね、あごめん、あったかいところはすぐ腐っちゃうから漬物して発酵させるっていう文化があるから、うんうんうん、この地域は発酵食品が多いとか、そういうのも地域によって違うから、う酵素で好転反応が違うっていうのもいろんな好転反応出るじゃないですか。アムルエンザイム飲んで便がバンバン出るって方もいれば、一時的にちょっと緩くなるって人もいるし、本当に便秘な方はねちょっとボツボツ出ちゃう方も いたりするから、それは本当に人それぞれの腸内フローラだから見極めが難しいんですけど、うん、まあ、何かしら好転反応が人それぞれ違うっていうぐらい十人十色な腸なんですよね。遺伝ってあるんですかね。でも地域にはずっといればあるかもね。寒い地域とかやっぱり寒いところは根菜とかね、暖かいところは体を冷やすためにキュウリとかトマトが豊富とかそういうのがあるから、うんうんうん、食事とか体型でそもそも遺伝するっていうのはあまりないってことは最近分かってきてるんですよ。へ、うん、ただ親と同じ食事を子供が取るから体型が似るんですって。なるほど、うん、まあでもそうですよ ね確かに同じもの食べてるからね。そうだから太ってるお母さんの料理を食べたから太ってるだけっていうので、なんか親が、まあ、ある程度調整してあげれば同じっていうのはあんまりないみたい。少しはあるけど本当に少しみたい。なんかそれで言うと、うん、この酵素の1ヶ月キャンペーンを始めるにあたって、うん、必要な人というか、まあ、任意なんですけど、うんうん、見てほしいっていう人はお食事チェックを今、うん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 、皆さん写真送っていただいて、うんうん、LINE でやり取りお客さんとしてるんですけど、うんうん、本当にやっぱ改めて人の食事ってそんな見ないじゃないですか。見ないよね、うん、でも
やっぱトータルして見てると、うん、人の普通の量って本当違うんだなって思うんですよね。なんかそれが全然食べてないんですよね私、なのに体重が減らないって悩んでる方とか、うんうん、お話しして聞いてる感じだと、うんうん、みんな自分の食べないに当てはめるから、うんうん、そっか少なく食べてるのになんで痩せないんだろうなっていつも思うんですけど、うんうんうん、写真送ってもらうとえこれ多い方だと思いますけどみたいな人もいるし、逆にすっごい食べちゃってるんですよねって言ってたけど、うんうん、送ってもらったらいや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 これ葉っぱばっかじゃんみたいな人とかもいるんですよ。だからやっぱりなんかこう人の普通の感覚って全然ちゃんと見てみると違うなっていうのも今回なんか新たな発見と言ったらあれなんですけど、うん、確かにね、人それぞれだから難しいですよね、うん、だからそれにねやっぱり合わせた食事アドバイスって私たちもなるべく心がけてますけど、うん、24時間監視してるわけではないから、うん、そうですね、結果出すってやっぱ食事管理だけでの指導でって難しいですよね、うん、難しいと思う、うん、だからサロンさんとかで送信、ね、今の時期なんてお客様が求められること多いと思うんですけど、なんかあの言い方あれですけど、知識がそんなにたくさんなくても、うん、技術年数が少なくても、うん、いい商品を扱ってて、うん、結果が勝手に出ていって、うん、それがお客さんの信頼に勝手になる時ってあるじゃないですか、うん、なんかそこをうまくこうつないでいけると、うん、サロンも信頼してもらえるし、うん、自分の技術も信頼してもらえるし、うん、でいいと思ったらやっぱ長く続けてくれるお客様が増えるから、うん、なんかすごくいいことづくめだなっていうのは、うん、本当ですね、うん、やっぱ結果が出る商品って大事なんだよねって改めて思いますよね、うん、本当に。でもないんですよね、ない自分のとこよく言うわけじゃないけど、うん、ない私たちも相当酵素使ってるじゃないですか、うん、使ってきたけどないよね、ないですよね、うん、また敵が増えちゃうよね、そうそうまた敵が増えちゃうけど、でも本当に水で薄められて本当に希釈されて、うんうん、もう砂糖水のようなものを売ってるのとか見るとちょっとでやっぱね、うん、もうちょっとなんとか本物入れてよみたいな気持ちになるけど、うん、でもやっぱり難しいところは消費者が見極めなきゃいけないんだなって、うん、ある程度すごいね有名なところとかなんかそれこそ芸能人が飲んでるとか思って飲んで痩せないんですって相談を受けて、うんね、全然そんな商品知らなかったけど裏見てみたら、うん、いやいやこれ砂糖ばっかりだよみたいな、うん、だからやっぱり見極める目を消費者が持たないとせっかくのお金をね無駄にしちゃうことにもなりかねないから、本当そう、やっぱ食事とかねそういう体の中に入れるものはちゃんとしたものを取ってもらいたいですよね、うん、この間それこそお客様と話してて、うん、酵素その方も飲んでくださってる方なんですけど、うんうんうん、私酵素って今回買わせていただいたけど、うんうん、今だから言うけど信じてなかったって言われたんですよ、うん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 、であそうなんですかって言って、うんうんうん、でなんでですかって聞いたら、うちの酵素買われる前に飲まれてた酵素は、うんうん、あの広告 CM をめちゃくちゃ出してる酵素なんですって。でモデルがこれで何キロ痩せましたとか、うんうん、結構有名なモデルさんだったり、うん、雑誌にもよく載ってて、うんうん、だからそこで信頼を得て買ったらしいんですけど、全然痩せなくて、うんうんうん、で自分は酵素で痩せるタイプじゃないって見極めたらしいんですよ。なるほどね、で合わないんだみたいなね。そうそうそう、でなんか同業のエステをやられてるお友達がその方にいらっしゃって、うん、でそれを話したら、うん、どんな酵素飲んでんのって言われて、うん、見せたんですって、うん、したら私何飲んでたと思いますって言われて、私その意味が分からなかったんですよ、うん、はいみたいな、うん、どういうことですかって言ったら、うん、裏側見てなくって私って、うんうんうん、裏側見たんですねって、そしたら清涼飲料水って書いてましたって書いて、うん、ほとんどそうなんですよね。それじゃあアクエリアスとかポカリと一緒じゃんみたいなうんうん、うん、そりゃ痩せないでしょみたいな、うんうんうん、でも酵素ってパッケージに書いてあるんですよって、うん、そうだよね、わかりますわかります、うん、で名前もなんちゃら酵素みたいな、でもあれってなんか酵素じゃなくてもすごい複雑ですけど、うん、商品名で酵素ってつけちゃうものもあるじゃないですか。それも私たちはわかるけど、うん、あお客様ってこういうところでもそっか引っかかっちゃうんだって私聞いてて思っちゃって、うんうん、わかる、裏見て清涼飲料水ってそうだよね、うん、みたいな、うん、でもすごいわかります、うん、あのねエステの後2時間食べないでください、うんうん、お水いっぱい飲んでくださいって言って、うん、飲みましたって、うん、あの桃水とかみかん水を送られてきたことがあってでも水って書いてあるじゃん、あだから水だと思ってたんですって。
フレーバーだけみたいな。そう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 、でも水飲めって言われたからこれ飲んだっていうからあーそうだよねと思って、今最近はそれがあってからただの水飲んでください、ただの水って何ですかって言われて、いやだからただの水ですって、うん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 、色あの味ついてないやつって言うと、あれ水じゃないんですかって方結構多いんだよ。へー、だからやっぱり水って書いてあるから水だと思っちゃうっていうのも。じゃあなんで太るんだろうになるよねそうそう、あんだけさ水飲めって言われてから飲んでるのにみたいな、もうお砂糖とお水を混ぜたやつですよあれはみたいな感じだよね。炭酸水とかもさ、ちゃんとしたね炭酸だけのやつもあればね、確かに微糖が、確かに糖が入ってるね、炭酸もあるから、それで CC レモンはいいと思ってそう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 いう感じいるもんね、確かに。そうそうそう、なんかそういう感覚もあるから、だから勉強になったよね、私たちが気をつけないとなって。そうですね、自分たちの普通はさ勉強してるから分かるけど、うん、確かに確かに水とは書いてあるって、うんうんうん、いやそうなんですよ ね、 ね、だからそういうのもね、裏見る癖をつけるってなんか私たちは自然にできるけど、うん、まあでもそっかと思って、名前商品名が酵素だったら酵素だと思うし、うん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 、それでモデルが痩せたって 何せよ、うん、広告がね、うんうんうん、歌ってるわけだから本当なんだってね、うんうん、本当かもしれないけどね思っちゃいますよね本当に。だシステムもやっぱり定期購入のものとかも結構多いから、うん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 、なんかそのネットでしか買えない、うんうんうん、定期購入でしか買えない、うんうん、っていうところになんかそこまでこだわって出してるって、うんうん、っていう信憑性もあるみたいで なるほどね、なんかいろんなこう引っ掛けじゃないですけど、うん、まあなんかだから本物を見つけるって難しいですよね、わ、ね、かる、うん、なんかうちはないんですけど定期購入解約しますって言ったらすぐ解約するんですけど、うん、あ、はいはいはい、本当に解約できないとかあるよね、たまに電話がつながらないとか、あの電話番号がないとか、解約手続きが進まないってこと。そう結構あるんですって。どうやって辞めるんですかね。なんか辞めれないから消費者センターとかにも行ってやってもらったりするらしい、口座から全部お金抜くとかあ、そうだね、引き落とせないとか、引き落とせないようにするとかね、カード止めるとかねえ、もう悪徳ですよね、でもそこまで行くとね、それはね、だからやっぱり月に確か100件とか行けば動いてもらえるんだよね、あれもね。いやだからそういうのもあるみたい、だから気をつけないとですよね。そうですね、そうなんだ、うん、へー、うん、ね、怖いね。いや本当だから伝えても、うん、そういうなんかこうまがいもので、うん、言い方失礼ですけど、うんうんうん、なんかこう変にトラウマになってる方とかだと、うんうん、あのいいものだから教えたいんだけど、うん、なんだろうな、受け取り側の感覚によっては売られてるって思われちゃうかなと思うと、うんうん、無理に話さないようにしたりはするんですけど、うんうんうん、なんか本当のものは知ってほしいですよね、うん、本当ですよね、うん、本当にいいものはね、うん、特にこの今回で私もなんか身に染みたっていうか、うんうんうん、やっぱり飲んでると元気になるし、うん、ストレスもそうないからなんかやっぱ腸からセロトニンがね出て幸せホルモンが出るんで、うんうんうん、その腸が健康だとね脳にも伝わるっていうのが最近研究で分かったらしいんですけど、うん、考えられないですよね、うん、そのイライラするとかは腸がこう司ってるっていう風に、第二の心臓って言われてるぐらい、脳か、第二の脳って言われてるぐらい大事な働きをしてくれてるから、うん、言ったらさ、でもあれですよね、うん、すごい幅広くなっちゃうけど、うんうん、その腸内環境を良くしてセロトニン幸せホルモンが出るようにっていうのを促すところまで行くと、うん、なんか自律神経とかも整うじゃないですか。うつとかにそういうのもあれですよね。ストレスとかも軽減されるっていう、うんうん、一応エビデンスも取ってあるんで、へー、そう、あとは痩せ菌が増えるっていうデータとか、あと食べ物を作るとき、例えばパン作りますとかいうときに酵素を入れて保存するとちょっと伸びるとか、へー、腐らなくなる。そうそうそう、でもそれは酵素の力っていうよりかは酢酸の力が大きいみたいで、やっぱ漬物と一緒でお酢の力が大きいから腐りにくくなるっていうのが増えるっていうのがあるみたい。うん、だからそのうちのね販売店さんで和菓子と教室とか料理教室とかやってくれてる方がこう固くならないとか持ちがいいっていうのは酢酸の力が効いてて、保存料の代わりのように酵素がなってくれてるっていうことなんですよね。最近あれですよね、リモートなのでライブで、そう、インスタライブでねやらせてもらってて、うん、お料理キッチン、そうそうそう、お料理キッチン、キッチンライブ、キッチンライブ、うんうん、前回何だったんですか。前回は和菓子は
白玉、白玉を作らせていただいてびっくりするよ。超簡単、誰でもできるね、あれ。私で上手にできたから、本当に酵素と寒天を、寒天ってこう水でとお湯で溶かして水入れ、あ、寒天入れて固めて、そこにちょっと酵素を入れて、うん、寒天は寒天で固めていくんですけど、うんうん、で白玉粉と水でこう白玉作って、うん、でおしまい。白玉持って寒天、寒天を下にバーッと引いて、うんうんうん、白玉乗っけて、小豆乗っけて、うんうん、フルーツで盛り合わせで、ソースも酵素で作って、甘くて美味しかった。私ね、寒天ってね、あんま好きじゃなかったの、うん、でもあの酵素の寒天は食べれた。ちょっと酸っぱい酸味があって、あのフルーツと食べると甘酸っぱさでちょうどいいって感じで、うん、すごい美味しかったです。あとはね、それ、うん、あれなんですか、ソースって酸っぱいの？甘酸っぱい感じかな。へえ、うん、ね、アガベと、アガベシロップと酵素だったかな、混ぜて、うん、あと蜂蜜、蜂蜜かな、蜂蜜も使ってソース使ったんですけど、うんうんうん、まあ、でもフルーツ盛り合わせるから結構フルーツとそれだけでソースいらなかったかな。あんこもあるし。ああ、なるほど、うん、で、あれ子供もね絶対好きだと思う。あとね、料理はね、ホイコロじゃなくて、なんだっけ、あのほら角煮、豚の角煮と、うん、あとね、なんていうんだっけ、タイ料理のさ、鶏肉とさ、カオマンガイ、そう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 、はいはいはい、それ作った。へえ、めちゃくちゃ美味しかった。どこに酵素入れるんですか？あのね、タオマンガイは、私はあの麻子先生が教えてくれたのは、そのソースを混ぜて、酵素と混ぜて使ったんですけど、はいはいはい、あのタオマンガイ作るときに、まず鶏肉と皮を剥がして、皮だけジューってやるんですよ、うん、で鶏肉は茹でるんですね。へえ、でその酵素、あ、鶏肉の皮だけあの焼いてると油が勝手に出てくるの、うんうんうん、でその油であのお米入れているんですよ。へえ、でいったのを炊飯器に入れて茹で汁で炊くの。あ、そうなんだ、うん、かすっごい香りがするんだけど、何回か作ってみたんですけど、そこに私酵素米としても、うんうんうん、入れちゃって、できあ、ご飯炊き上がる、でお肉も柔らかい、で皮もパリパリな3種類ができるんで、あと盛り付けるだけ。へえ、うん、簡単。そうで、鶏肉も焼いてか、あ、蒸し、最初蒸すんですけど、蒸した後火消して10分放置するんですって、うん、そうするとすっごい柔らかくなるんですって、鶏肉が。うん、あ、鶏肉って茹ですぎるとちょっとパサパサするじゃないですか、うんうんうん、それがすんごいふんわりになるんですよ。へえ、うん、だからね、そういうワンポイントアドバイス、酵素の件もそうなんですけど、うん、普通に料理するときに使える技みたいなのを結構教えてもらえるから、うんうんうん、すごい勉強になります。すごい料理腕が上がってますね。できる人みたいになってるんですよ、はいはい、なんかだから酵素の、あ、ごめんごめん、鶏肉を皮だけ剥がしてその皮を焼くなんてことしたことなかったの私、うんうん、一緒に焼く、うん、で上だけパリパリみたいな、うんうんうん、あ、こういう風に別々でやるんだとか、それがただで見れちゃうんだもんね。確かにインスタライブで鶏肉焼いたことはあった？ある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 。蒸したこともあるけど全然違う。へ、ただ蒸して硬くなる鶏肉と放置して蒸されてる鶏肉の柔らかさがこんなに違うんだと思って、うん、すごいわかるぐらい、あ、全然違う。お店のご飯食べてるみたいだと思う。自分で食べて、これ店の味だわって。へー、すごいな。そこだけコメント取られなかったけどね。あれみたいな、もしもしみたいな、うん、でもね、白玉は本当に店の味。これ自由が丘だったら1200円取られてるって、へー、うん、思った。マジで白玉パフェ、そう、白玉パフェで1200円ですって出てきて もう払うと思うレベルが、家で作れるってすごいと思って。で特に今子供もね、一緒に家にいるじゃないですか。なんか子供もああいうの楽しいだろうなって、簡単で危なくなくて。確かに、ね、一緒に料理流行ってますもんね。ね、流行ってますよね。小麦粉とかパンケーキの粉ってもう買えるようになったんですかね。あ、多分買えます。あ、そうなんだ、うん、たこ焼きの粉もね最近買えるようになった。そうなんだ。全部なくて、なんだろうって見たら、そうですよね、たこ焼きの粉とかね。だってドンキからもたこ焼き器消えたって言ってましたよね。そうなんですよ。そうなんだ、もう復活したんですね。復活したみたいっす。さすがにね。確かに、みんな考えることは一緒なんだよね。確かに確かに。もうでも
夏休み、あ、学校って始まってるんでしたっけ、うん、始まってるけど今分散登校なんですよね。そうだから1番から10番20番から30番みたいな感じで3個に分かれてやったりとかしてるって。あとね時代だなと思うのがオンライン授業、高校生も。あーそれ言ってた、うん、大学の方がいて、大学生の方、うんうん、あのでも授業より、うん、あのただ席座ってて単位取れてたのに、うん、めんどくさくなっちゃったって言ってたオンラインになっちゃって、うんうん、なんか課題とかがしっかり出されちゃって、あーそっかそっかそっか、すごい大変って言ってましたけど、うん、まあでもどんどんそういうのがきっと主流になるんでしょう ね。もう今の時代でよかったよねオンラインがあってね。本当に思いますよね。授業がさできなかったら受験生とかすっごい大変じゃん。本当に、ね、自粛中も思いましたけど、うん、普段使わないですけど、うん、テレビ電話とかあってよかったと思いましたね確かにね、ずっと一人で家にいるとね、わかる。なんか一人暮らししてるから余計なんですけど、うん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 、家族がいないってこういうことかってちょっと普段思わないですけど普段家にいることないじゃないですか、うん、あんまり。でもなんか芸能人とかもよく言ってるよね、結婚感が変わったってね。いやすごい思った。でなんかやっぱりあのお客様でこの間いらっしゃったのが、うん、結婚相談所にお勤めの方、うん、今すごいその問い合わせが増えたんですって、うん、結婚したい人、うん、で、なんでか聞いたら、自粛期間中、うん、誰にも会わない、うん、実家も例えば県外だったりとかで、うんうん、本当に人と会わなくなって、うん、夫婦だった人いいなとか、うんうんうん、子供がいるってこういう時いいなって、うんうん、結婚に興味なかった人が、うん、ちょっとそこで思い始めて、なるほどね、そういうところに登録してるらしいですよ。聞いてて、でも、あ、そう確かになってちょっと思いました。すごい変わってきますね、結婚感がね。うん、本当に。でもなんかあの現代的だなと思うのが、うん、そのオンラインがもう主流じゃないですか、うん、そっか、それもオンラインお見合いとかなんですね。へえ。なんか画面上でここしか見えなくて、はじめましてこんにちはみたいな。へえ、すごい。でもすっごいおかしかったのが、うん、それでオンラインお見合いをしたお客様が一人いらっしゃって、うん、どうでしたって言ったら、うん、あれやばいですとか言って、うん、どういうことですかって言ったら、あのもうここしか見えないから、うん、お会いしたら自粛期間解けて、うん、初めましてでお会いしたんですって、うん、思ってたより背が小さくてって、あそっかそっか、見えないから余計ね。そうそうそう。でそれを自分が男性側のちょっとなんかこう思ってたよりちょっと背が低かったんですっていうのを、うん、伝えたら、うん、相談員の人に、うん、向こうは向こうで思ってたより下半身がちょっとふっくらされてたっておっしゃってましたって言われてみたいなんかすごい悪口言われるそんなこと言われるんだ。ここしか見えないから。そっかそっかそっか。で、ね、特に顔ちっちゃい方とかだったらね、そう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 、あんま分かんないですもんね。しょうがないですよね、うん、なんかでもお互い悪口言って終わったみたいなそうそう、なんかだからダメでしたみたいななるほどみたいな。面白い、そんなことあるんだ、うん。ああどんどん増えそうです ね、そういうオンラインでできることがね。ほんと、うん、あっという間に30分経っちゃったね。本当ですね早い。間違いじゃあ曲いきましょうか。はい、お願いします。ジュンさんでリップスです。
送りしましたのはじゅんさんでリップスでした。いやもうまたね洋楽のことベラ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 と話してしまいましたけれども、はい、すません。という間に。でも腸って楽しいよね。腸のこと、栄養のこと。なんか納豆とかすごい売れてるらしいよ今。免疫？そう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 、免疫やつで。絶対本当ね、いつも思うんですけど、うん、そのなんかバナナで痩せるからバナナ買うとか納豆が痩せるから納豆買うとか、うん、みんなメディアに結構踊らされちゃってますよね、うん、このご時世、ね、令和の時代に納豆消えると思います。だってスーパーから、ね、私普通に納豆好きだから結構困る、うん、なんかあれもですよね、なんだっけ、無糖のヨーグルト、あーね、みたいね、タンパク質が多いみたいな、テレビでやってたって何十種類も、意外とヨーグルトっていろんな種類があって、まあ、腸内環境にだけど、だからっていうのもあるみたいで、なんかまあ腸に注目してるんですね、みんなね。やっとでもそこに来た感じなのかもですね。なんかね、悲しいけどやっぱり病気とかになったりすると健康にね、それまではいくら言ってもダメだけど、こうなってこう、ね、見直すきっかけにはなったのかもしれないですね。今回はでもこのやっぱ逆に自粛を兼ねて、コロナとかを兼ねてですけど、免疫とか代謝とか、すごく興味がなかった人も、やっぱりめちゃくちゃやっぱり気にするようにはなってるんだなって思いますよね。確かに、うん、だってね、うん、動かないんだもんね、うん、本当に。だからこの1ヶ月キャンペーンも最初私たち、そのオーナーが、発案してやりだしたんですけど、そう、これもなんかそのなんて言ったらいいんだろう、うちのサロンに通ってくれてるお客様が太っちゃったのお悩みが多すぎてのキャンペーンだったじゃないですか。でも、まあ、インスタだったりとか、その SNS を通じて知っていただいてる方、サロンには来れないけど応援してくださってる方にだったら、まあ、同じキャンペーンできますよって歌った時に、意外とその通ってない人からの購入したいですが、すごい多かったですよね、すごい多かった、ねね、まあ、エステは来れないけど、それだったらまあお家でもできるし、自分でコントロールするので、体が変わるんだったらって言って、今回1ヶ月結構向き合ってくださってた方が、結果出してね、痩せてすごいよね、3キロ1ヶ月で、本当に、本当ね、だからなんかね、いいですよね、本当ね、本当、なんか子供がいる人とかは、週に1回自分が子供にご飯あげるから、子供にご飯食べさせて、それを見てるのは辛いけど、たった2時間ぐらいだから、それさえ終わっちゃえば結構楽に落とせたっていうのを聞いて、で、目の前で子供がいて食べてても我慢は6時間ぐらいだったらできるんだな、すごいなと思って。確かにね、一食というか、まあでもそうですよね、夕方ぐらいまでにちょっとお夕飯済ませるとか、軽めに何か入れといてもらって、まあ夕方からとかだと、ね、そうですね、そう、私毎週火曜日が6時半から8時半まで施術が必ず入ってるんで、火曜日にファスティングをしてるんですよ、もう食べれ、どうせ食べれないから、で、まあ6月もそれで達成ちゃんとやってして、7月は、ね、さっきお話ししたプロボディを入れてやろうかなと思ったのは、やっぱり腰回り、お尻回りは、ね、痩せたじゃないですか、見てね、分かったでしょ、痩せたって思うぐらいだったじゃないですか。ただ肩甲骨の華奢感とか首を長くするとかは、やっぱり私たちのこれが必要かなって。本当ね、だからすごくやっぱそこは悲しくなりますけど、毎日機械触ってるけど自分たちにやる時間はないじゃないですか。本当ね、はい、何年やってないんだろうって感じじゃない？いや本当に今日も入ってたお客さんに、覚えてあげようかって言われて、優しい、お願いしていいですかみたいな、やってあげるよって言われて、寝な寝なみたいな、いやでも本当なんか思い返すとというか、普段ね、もうやる側が仕事なんで、そうなんだよね、あんまり気にしないですけど。そうで、私たちもさ、意外と、まあすごい長い付き合いだし、あれだから今更ね、密に話すこともないんだけど、入って
ちゃうとお客さんに合わないじゃないですか、うん、ずっとお互い入りっぱなしだから、うんうん、いつまでか来ていつまでか帰ってるっていうのがどっちかだから、うん、なんかあっという間に過ぎてなんかラジオでは元気みたいな感じになるよね。そうですね久々に結構最近はね、うん、オーナーは外回りというか、うん、あの営業の方に回ってくれてるので、うん、なんか今までのようにまあサロンで顔合わすっていうのも少なくなったから、うんうん、だよね。お客さんともね会わなくなってね、そうだね、寂しくなってるなんか久々にお会いしてなんか元気でさーみたいな、どうしたどうしたみたいな、すでにホームシックみたいなそうですね。そう、確かに、まあ、でもコロナの件もあってね、もうどこも大変だったと思うんですけど、ね、いろんなことをやんなきゃいけなくて、その書類だなんだって全部もう長ったらしい書類ばっかりだったから、うん、ね、そういうのとかもいろいろね、回ったりとかしてて ね、 ね、まあ、でもあっという間に7月もね、いや本当に始まって終わっちゃうっていう恐ろしい。だってもう今日6日、うん、1週間、ね、明日七夕ですよ、ね、お願い事書きました？書いてない。でも去年すごかったよね、雨が。そうでしたっけ。そう、なんかどっかの大雨でね、すごい被害が多かったやつだったと思うんだよね。じゃあ今年もですね、熊本とね、今年もね、そうなっちゃってね、今なってますもんね。なんとか無事でね、いてほしいけど、水って怖いよね。確かに、ここ何年か、じゃああれですね、七夕晴れてないんですね。晴れてない。あ、そうなんだ、うん、私いつも見てるもん、うん、天の川いやマジで、おひり姫様と彦星さんは会えるから。意外とそう、そういうとこすっごい大好きだから。そうですよね、うん、この間も新月の時財布こうやって振ったからね隣の人がね、多分タバコ吸ってる人で、あの子何してるんだろうって見られてたもん財布ずっとさ月に向かって振ってたから何かの宗教だと思う、うん周り誰も振ってなかったから。かこの間の新月ってすごかったんですよ、うん、何年かに1回みたいな、もうかなりすごい新月。あれです、あれ日食でしたよね。そう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 、だからその地域で多分私しかしてなかったから、私だけ金持ちになるわみたいな気持ちでずっとこうやってじゃあ皆さん、あのオーナーにご馳走していただいて、いろいろずっとこうやって財布振ってたんですよねみたいな本当財布振ってましたよ。いや本当、でもなんか今回その自粛になって、うん、普段その定期的にお手入れできてた方たちが、うん、やっぱりうちのサロンもね、閉めさせていただいてたんで、一定期間できなかったのがすごい心配だったんですよ、うん、体的に週一で追いついてない人とかもいたんで、いやどうなっちゃってんのかな、1ヶ月も空いちゃって、うん、大丈夫かなって感じだったんですけど、うん、あの比較的酵素飲まれてた方って多分デトックスができてたみたいで、疲れてるは疲れてるんですよ、うんうんうん、だけど抜けやすさというか、うん、なんか1回のコースでのリカバリーがすごいやっぱりなんかしやすくて、うんうん、ですごくなんかその、比べるわけじゃないんですけど、うん、飲んでる方と飲んだことのない方、うん、使ったことない方、使ってなかった方の体の状態が6月丸1ヶ月見させていただいてて全然違うって、やっぱすごいやってて思ったんですよ ね、 なるほどね、うん、違ったんだ本当に。だからみんな飲もうね、本当思った。だからなんかできあのリモートでできない仕事じゃないですか、うん、私たちのその施術って、うんうんうん、だけどそれこう商品を通してですけど、うん、ちょっとそれがカバーできてたんであれば、ね、させていただいてね、嬉しいよね。すごいなんかうわ全然違うんだなって、うん、使ってた方にはお伝えしたんですけど、使ってない方には今ここでお伝えということで、いやなんか本当なんか押し売りみたいになるの嫌だなと思って、それが宣伝に、ね、なっちゃうとあれかなと思ってちょっと言い方考えたんですけど、ね、でも使った方がいいですよ全然違うんだよみたいな、ね、そうなんかうわ、ね、来たみたいになっちゃうかなと思いながらも、うん、なんか一覧をね、はい、作りたいよね、こう3キロ痩せた方のね。こんなにだってうちのねお客さん層は比較的40代以上ですから、うんうん、その1ヶ月の3キロってでかいよね。でかいですね、うん、普通に過ごしてたって3キロ難しいですよね。そう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 、だってね難しい難しい、うん、
私なんて特に1キロがでかいから、うん、ね、1キロ太っただけでも 2,3 キロ増えたように見えるし、1キロ痩せただけですごい痩せたように見えるんですよ、うん、私、うん、ゴム人間みたいだから、うん、変動がすごいですよね。そうだからね、3キロこの大きかった、うん、ね、てか3キロ太ったことにもびっくりしたけど、やっぱ動いてないとダメだね。でも今本当難しいですよね、動いちゃいけないじゃないですか。そう、しかもすっごかったの、多摩川がランニングもう東京マラソンかやってくる人いたから、さすがにここで走れないって、もう感染密じゃんみたいな感じだったから、かよくでもマスクしながら皆さん走ってますよ ね。私過呼吸になるよあれじゃない。いやすごいですよね。だってエステしてても過呼吸になんない、たまに、はい、なります。ちょっとなんか鼻とか出てる時ありますもん、なんかみたいな、すごいわかる、もう蒸されちゃってね。そう、楽しく会話したいんですけど、うん、会話してると出てくる量の方が多分多いので、なんかちょっと静かにしてもらっていいですかみたいな、本当になっちゃいますよね。本当にそうだね、はい、まあ、気をつけながら、ね、そうですね、頑張って酵素取り入れて、うん、痩せ菌を増やして体質を作り上げましょう。本当にもうあっという間に残り10秒、あっという間また来月もありがとうございました、いい商品を紹介します。